はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。実はですね、今日からカメラが新しくなりました。フラワー TV、チャンネル登録者ね、3000人を突破を記念してというわけではもうないんですが、まあ、ただね、すごい多くの方にこう見ていただけているので、より綺麗な、ね、画像でお届けしたいなと思って、まあ、あと音声の問題もあったんですが、まあ、ただこれがうまくいくかどうかわからないんですが、一応こうすごいね、より良いカメラに変えました。今日はこちらのね、花材を使ってこの器にアレンジをしていきます。で、今までの動画はこう花材紹介からね入ってたんですけれども、こう花材紹介から入っていくと結構ね、こうそこの花材紹介だけで時間が過ぎてしまうんですね。で、後々こうアレンジさせながら、まあ、花束組みながら花材が出てきた時に名前がつきますので、最初の花材紹介はこれからは省かせていただきます。ではですね、早速行ってみましょうか。どうぞ。はい、ではアレンジメントを始めていきます。まず最初にこちらのね、カラーから刺していきましょう。で、カラーでこう流れをねつけていきます。はい、次にこのブラックリーフを入れていきます。今回ブラックリーフは、このように丸めて中に入れ込んでいきます。ただこのままで大きすぎるので、こういうふうに切り込みを入れて長さをね調整して、こう丸めてホチキスで留めて入れ込みます。はい、ブラックリーフが入れ終わりました。はい、では次にこのヒペリカムでラインを出していきます。で、ある程度ね、もうこのヒペリカムの枝でこうアウトラインをね決めていきます。はい、次にこのピンクッションのイエローですね、これを入れます。で、これを入れる時に、まあ、こう入れたくなっちゃうんですよ。こういう茎の向きだとこう入れたくなっちゃうんですけど、こう入れたらそれはね、アレンジメントが台無しになってしまいます。ピンクションこうですね、こういう向きで入れましょう。で、下、ま、花が回りやすいんで、重い花なんで少しこう斜めに切るところを多めにして、こうお花が上に向くように入れますね。
で結構こういうところがアレンジメントをの良し悪しを決める部分ですのでよく覚えてくださいね。はい、次にこのグリーンのアンスリウムを入れましょう。このグリーンのアンスリウムとかも例えばここにねこう2本ありますけれどもこう全くこう形が違うの分かりますか？大きさと形が違います。これは、これ同じ規格の同じ品質の同じ名前のお花ですね。要するにこういうふうに人間の顔と一緒でお花って全て一本一本が違う顔をしてます。ですからその花それぞれ適材適所に入れていくということです。要するに同じアレンジは2つできないということなんですね。はい、その次にこの赤いデンドロビウムを入れていきましょう。これはランの仲間ですね。はい、こういう感じです。次にこの風船と綿を入れていきます。これは細かくパーツに分けて入れていきましょう。はい、では次にこのスプレーマムをですねこのお花とお花の間に入れていきますね。はい、そしたらこのサンゴミズキでラインを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今回お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、個性的な花材が多いんですね。こういう個性的な花材を種類多くアレンジするのは、結構難しいんですけれども、その適材適所に入れてよくお花の顔を見てね適材適所に入れていけば、それほどこう難しくなくアレンジすることができます。簡単にねイーズにできます。なのでこうとにかくねお花の顔をよく見てこの花はどこにあったら綺麗かなっていうのを見極めてアレンジしてみてください。ではですね今日はこうよく見てお花をアレンジするということを覚えてくださいね。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.